はい、えー。今回は、えー、ソニーベガスを使った、えー、撮影した動画素材の、えー、手ブレ補正の仕方を解説していきます。えー、まずはじめに素材をタイムラインに配置します。で、矢印キーの上でタイムラインを拡大します。で、今回は5秒だけ使用していきます。5秒のところで S を押して後ろをデリート。こんな感じですね。 この素材を見ていくと、えー、手持ち撮影ですので、こんな感じで画面が揺れている手ブレの状態になっています。えー、では、こちらを補正していきます。素材を右クリックして、メディア FX から、ソニー手ブレ補正を追加で OK を押します。すると、えー、こんな感じで手ぶれ補正のエフェクトが適用されます。 で、パラメーターがパンスムージング、手ブレ補正量、ローリングシャッター,、えー、パンの時の画面の歪みですね、の3つの項目があります。で、プリセットから弱、標準、強といった感じで数値が設定されています。で、今回は標準を選んで適用を押します。これで、えー、手ブレ補正の処理が行われていきます。 これで処理が完了しましたので再生していきます。こんな感じで手ブレが軽減されていますね。チェックを外してエフェクトをオフにすると画面が揺れています。もう一度チェックオンにするとこんな感じで手ブレが軽減されています。 この手ブレ補正のパラメータの数値ですね。これに関しては撮影した素材の状態によってまちまちですので、いろいろ数値を変えて最適な状態を探して使ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。